Anatomy of a Fall。 フランス語の原体が Anatomy d'une chute、 ニューヨークに翻訳すると Fall、 落下ですね。落下の Anatomy、 解剖学とでも言うんでしょうか。まあこれは久しぶりに見応えのある面白い映画を見ました。満足いく映画です。物語が面白いし脚本がいいですね。そしてとても知的でありきたりでないです。まあこれは犯罪サスペンス、法廷劇、そして徐々に夫婦関係が暴かれていきます。この映画は2023年のカンヌ映画祭の最高賞パルムドールを取りました。そして来年の2024年のアカデミー賞の作品賞にノミネートされるんじゃないでしょうか。最近アカデミー作品賞は10本の作品がノミネートされるんですけれども、最近は大抵1本が外国語による映画なんですね。この映画もアカデミー作品賞にノミネートされるかもしれません。まあこれとやっぱしカンヌ映画祭でグランプリを取った受賞だったゾーンオブイントレストっていう映画なんですけども、まあこれのどっちかという可能性が大きいです。まあそれともしかしたらアカデミー賞の主演女優賞、この女優さんがノミネートされるかもしれません。まあ女優さんはサンドラ・ヒューラー、ドイツのありがとうトニー・エルトマンという映画に出演していました。素晴らしい女優さんです。まあそれと撮影賞もノミネートされるかもしれません。とても撮影がうまくて綺麗でした。それと脚本賞もありですね。この監督さん、ジャスティン・トリエ監督が脚本も書いています。まあ彼女は過去3本か4本フューチャーフィルムを撮っています。舞台はフレンチアルプスです。この家族、お父さんとお母さんと12歳の息子は山小屋風の大きいお家に住んでいます。雪が積もっています。そして夫が家から落下して下で死んでるんですね。12歳の息子がそれを見つけます。まあこの息子、視力が弱いんです。そしてこれは自殺か、それとも他殺か、奥さんの殺人かというお話になっていきます。そして裁判が進むにつれてこの夫婦関係が検証されていきます。二人の歴史が検証されていきます。そこに悲劇がいくつかあります。そして二人の人格、二人の問題、性的思考、いろんなことが暴かれます。そして検事と、それと奥さん側の弁護士と同じ事実にしても見方が違うんですね。解釈が違うんですね。そして証言者が現れるんですけれども、その証言者にしたって二人のある一面しか見てないんですね。でその一面にしても、その二人がその相手に対して見せたい一面かもしれないんです。まあこういうなんか複雑なことを考えさせる映画です。二人とも一筋縄ではいかない人物です。まあこの二人とも作家なんですね。ですからね、現実と実際に起きていることと虚構を混ぜて書いてる作家なんですね。だから現実と虚構が混じっているんです。まあ二人は強烈に惹かれ合うと同時に、そこに嫉妬が加わってくるんです。そしてこれは12歳の息子のお話でもあるし、お母さんと息子の関係のお話でもあるんです。まあこの12歳の息子は裁判に巻き込まれるんですね。証言者になるんです。かなりサスペンスがあります。心理ドラマがあります。この息子はお母さんを信じていいかどうか分かんないんですね。そして息子の証言がこの裁判のキーになります。Anatomy d'une chute、 まあいずれ日本に来ると思いますが、まあ素晴らしい映画でした。私の評価はA です。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。